在那个什么地方可以听的。等下再出来怎么吃啊？就叫种传统树。はい、ここの外国ドアですね、はい、あのお泊まりのお客様だけが、あ、はい、これは住宿专用の温泉、はい、大きいお風呂です、比較大一点、はい、まずサウナがありまして、はい、有サウナ、ちょっと温度低いですけど、比較温度比較低一点点、はい、サウナは10時まで、はい、サウナ到10点、温泉は11時半まで、温泉到11点点、11点半で、明日の朝ですね、今日の夜と男性女性をチェンジしまして、朝何時ですか？6時から明天早上六点那个左右会交换。で10時までです。到10点。で、ここはですね、ちょっと小さいあのいわゆる一般のお客様が来るお風呂です。あ、はい。这是一般的，这是一般的套餐在用。はい。ここはですね、今日だけで夜が9時までです。すいません。这个今天到9点。はい。最後に今日階段を下って、はい、まっすぐ進んで右に曲がると、はい、3つ家族風呂があります。就是从阶梯下去，从中间走过去到右边有个家族用的浴场。先是这种女性的方が、待遇有。听到说是美女待遇。是的。是的。他他会介绍你上走。はい、それ自動上昇、それ要用钥匙、鍵は一つしか、鍵は一つだけですか？え、鍵一個なんですよ。只有一個钥匙而已。なので、はい、お風呂に行くときはフロントに鍵を預けていただければ。はい、那个柜台で寄放钥匙。最初に上がったお客様に返します。はい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 、下面有那个那个金库，嗨，那是金库的钥匙。浴衣を大きいサイズ持ってきます。男性の方、はい、あると思います。女性は小さいサイズ、はい、小さいサイズお願いします。浴衣とですね、下駄で全部お外も大丈夫です。はい。あ、トイレはここですよ。そうです。で、食、服装は食事の後。はい、うちの桜が来ますね。はい、どうも。外も全部大丈夫なので、あ、もっと聞きたいですけど、はい、四个人是在同村，各两个吗？嗯。时间。好，出现了温泉馒头。这是檀香哦。一定会有一个，里面是杯子。泡茶用具，晚上泡茶用的。
然后热水器，哦，有一个小金库在这里，旁边是黑川温泉的温泉的河川，再回头泡泡温泉池，然后有 WiFi， 一手，好，嗯，我说一个小金库吗？出现这个袜子呢？今天不用袜子吧？这个比较近一点。要交出风，直接开，推开，拉开，就直接。左边右边有一间，这是吸烟室。我们今天要先跑外人也可以进来的南方，这是南方的南方。对，一般人可以跑。要钱吗？有，它外面有那个投币机啊。你刚刚说也可以去别的地方。对。你们不是也可以吗？但是我们这边就两间了，应该也不用投。那先去看一下嘛。但是这个有一个，就是个人池啊。所以这个要去柜台预约。应该是买的，我想。就只有写一二三。对啊，这边大浴场就是走那家浴场。你刚去泡那个。
浪漫的。はい、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、僕に関しては僕に、はい、本日も担当させていただきます。はい、他叫郭坤尼，然后今天是负责我们的晚餐的负责人，谢谢他。这个汤老师，嘿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 ，すみません、はい、しそ、はい、大丈夫です。からし、あ、すいません、はい、大丈夫、大丈夫です。こちら、タイマコ、プチトリ色でございます。はい、マンカンイナリスジでございます。はい、こちらは、タマニコ、はい、タマコニコゴリでございます。はい、中にはウニ、オクラが入っています。这里面有海胆，就是蛋的形状，然后那个果冻，然后这个是那个类似道荷寿司的做法，其他就是不同的鱼跟那个东西，然后我们再看。好，こちらですね。右から。はい。卵、かまぼこ、エビ、菜の花、イワシ、タケノコとクルミになります。这边就是有那个南瓜做的蛋啊，然后有虾子啊。然后鱼跟那个一个酱菜，那个地方牛肉と那个海苔はないよね。牛肉食べない、海苔も食べない。あ、こちら。はい。あの方は、はい。牛肉はダメです。はい。牛肉と海苔。海苔ですね。海苔もダメ。海苔もダメ。はい。はい。こちらは牛肉は入ってないので。这边都没有牛肉。はい。はい。こちらのメニュー。はいはい。英語ですか。英語です。日本もありますか？日本語もあります。あと日本語にももらってもいいですか？4分ですか？3、はい、4分です。はい、はい。わかりました。失礼します。はい。ゆっくり召し上がりくださいませ。どうも。どうも。それから。しみそ、はい、どうも。ここってしゃぶしゃぶ鍋って、和牛って書いてあるんだけど、彼は別豚肉。あ、はい。あと海苔とかありますよね。このスープの中に海苔があります。はい。あ、これこれこれごめんなさい。あ、これはダメですか？はい、大丈夫、後で食べますので。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、いや、すみません、ちょっとこれしましょうか。他帮你放要放吗？还是这个还在？大丈夫、海苔だけ取りますので。あ、あれ、あれ、うん、これ、大丈夫、大丈夫。はい、すみません、すみません、はい、すみません、はい、はい、ごめん。よしよ、你要找把那汤那个，你可以弄，我海带给他点。头看是要帮你换吗？不用，带走带走，带动。OK， 嗨，动。我可以帮三哥吃。等他。好好好好。一二三。那你应该在许愿正吹呀。你看心里闭上了，又一个。这个是。这个，这个鱼好肥，这个鱼好肥，对，蒸尾鱼跟那个，对，这个鱼好肥。
哦，对，那是什么春川的那什么？还有看。这个选手才是不是歌曲的歌，嗯，怎么帅帅的呢？不是不是用芥末啊，哈哈，一直下一次一直觉得是柚子胡椒，谢谢。啊，大家好，我是丁子，嗨，どうも，谢谢，ありがとうございました。不是酒三五是三五五的三五三五哎野菜でしょ茄子包上，嗯，请给野菜打个分数，八十五，好敷衍，是黑猪，谢谢，猜对了，啊，这是昆布的那个汤头，带酒的是，哎。你要先摆进去拍，对不对？拍好了，记得拍好了。摆拍的意思就对了。バニラアイスクリーム、うん、このまま食べるんですか？あ、きな粉と黒蜜、はい、きな粉と黒蜜を食べます。はいはい、あ、バニラ、就跟在台湾吃到的隔切一样的吃法。因为在台湾吃隔切，你台湾有啊，花莲有一间上次我没有吃过，所以我刚说的对了。で、先に黒蜜をかけてからきな粉をかけるんです。どっちか。
大丈夫。ここから。はい。きな粉かけてから黒蜜をかけます。はい、どうも。先黄豆粉。要开灯，好高级哦，家族浴室人房。好高级哦，好高级哦。对，外面好景色哎，天哪，怎么那么好？那我们可以约明天早上吧，小姐。可以约哪一家问呢？对啊。这里有这个有那个黑豆吗？哎，这里有那个特别造型的，那个武士造型的。这个以前是没对你叫看的，这个你就可以买给自己。都是手机。对啊，这里就是那个。泡澡用，我们看到那个礼物，啊，拆下来，那是，那是拆下来是什么？一直带回来礼物。这个大人没有小朋友。这里有兔子，2000块。对。啊，好可爱啊！多少钱？1300，超过我的2000，2500。又是一个540，我找到小朋友的音乐了。对啊，是吗？哇，好漂亮啊、哦！不用灯，你看我的手机，噔噔。找到他的招牌在那边，那个石头上面。走过去就9点了。
只剩下三十分钟拍照，要构思好到底要拍什么。你可以啊。先不用，我觉得等下那个车子不能过的小路再开。他抽到。你上车走过？你到这里来。哦。哇，夜莺哎。我帮你点灯啊！可以啊，你看，干嘛开闪光？我需要开灯的，文森，就是那里的。他借我们的。好好好。哦，小瀑布。阶梯哦，小心！有阶梯哦，小心！有阶梯哦，小心！骑脚踏车吧。好累啊。好累。到了，到了，哇！是要把安都桥安才拍起来吧？
到老街区也有。这棵大樱花老街新闻，那个桥，都是温泉啊。这是什么东西 ？Pass Body Teddy Cake， 它写 Cake 上。就蒸汽啊，蒸汽浴啊，你皮肤会变好。啊，这种浴吸了一堆气耶，气搞到是有毒的。怎么了？这边下去。第一天呢？
天的早，哪一天的晚餐好吃呀、啊？木林食堂，走进温泉街吗？明天早上就可以逛了、啊。好喝茶的地方。
川庄温泉馒头，我们有请文山来介绍一下。好，馒头要掉了。好，这是什么的馒头？描述一下。黑糖柚子口味，中间的馅是柚子哦。现在在日本九州的黑川温泉上的黑川庄温泉饭店的和果子，它的和果子，打开，是黑糖柚子温泉馒头，来看一下，它就是馒头。好，日本人到温泉饭店都喜欢买馒头。接下来，开，有包柚子哦。柚子馅哈，来吃一口试试看。好啊，一到十分，请给分。啊？几分？八分。有八分。一分嘛。黑糖柚子馒头获得了八分的殊荣。你爱考呀？跟你上次做的那一间比起来，你觉得如何？那一间，你是你隔壁那一间？我已经忘记了。哦，太久之前。好，一分三十三秒，好，拜拜。收藏吗？
三哥，好好喝。哎，兄弟扛把子，来啊，开生日礼物啊！给你开，你给你开。快点开一下啊！开一下，来一下。说明一下你生日，我们没有愧对你。哎，黑川真送他的生日礼物来是什么东西？来看一下啊！谢谢南哥帮我要生日礼物。哇，有甜烧哎！谢谢南哥，都是亏他。不要脸的跟人家讲说他昨天生日，他才送了一个汤匙给我们。